座敷に熱いものを覚えたマエストロの反応集。この動画には AC6 の終盤の展開のネタバレが含まれます。ご了承の上ご視聴ください。戦友。助けに来て本当に助けてくれる AC。ハイスピード恋愛アクション。夢女製造機。なんか慣れ慣れしいな。いつか裏切るんだろうな。初めて会った時はいい人風に見せかけて所詮は野良犬か。みたいな扱いされると思ってました。今では最高の戦友です。こんなに皆に好かれるレイヴン初めて見た。BGM までめちゃくちゃかっこいい男。俺のこと好きだから好き。犬と狼、二人は仲良し。戦友を超えてもはや親友だよ。なんだお前、あざとすぎるだろ。お返事一切しない、メールも返さない、なのに矢印は太い。ラスティ君思想的にハンドラーとは相入れないのになんで621には優しいんでしょうかね。621の失われた感情の代わりに乙女心を増設するイケメン。裏はあるけど621に対しては純度 100% の好意しかないやつ。ラスティが出るまで扱いが散々だからそりゃ好きになっちゃうよ。いい声だし。好きになる要素しかなくて笑う。心の距離感の詰め方がクイックどころかアサルトブーストでちょっとびっくりする。俺じゃなきゃ友達になってくれないぞ。1周目は坂足でやってたから坂足フレンズ感あってより好きになれた。あれ2脚です。坂足詐欺やろ。あの見てくれで芸人と思わないじゃん。ベスパーズの人たちなんか乙女ゲード高いんですがアーキバスの人事は趣味で選んでません。あまりにもかっこよくてこれ乙女ゲーだったかな。って思った。621が感情希薄な強化人間美少女だとすると、こいつがめちゃくちゃキモい存在になる。待てよ男でもかなりでっとりだぞ。ラスティのお気に入りの剣はなんか職場でも周知されてる恋人みたいな扱いだろ。低迷系サイコパスキャラとか本当はスパイな戦友とかボスとか確実に女子受けを狙ってきている。そんじょそこらの乙女ゲーよりイケメンがいっぱい出るから6は女子にも勧められるタイトル。ちょっと信じられないくらい全部格好良くてずるい。まだ一周しかしてないけど全く株が下がらないんだろうなという確信がある。絶対こいつパイロットの絵あったらイケメンだろ。声と期待と言動でおそらく中身もめちゃくちゃ理系であることを分からせてくる。そのポジションって味方ずらしながら銃口を向けてこなくてもなれるんだなって。普通に味方として参戦した時全部強いの明らかに惚れさせに来てると思う。絶対に人気キャラにしてみせるという意地を感じる。中の人オーディションなのかな。歴代でもトップクラスでキャラ立たせるのうまいよね今作。 AC でこんな直球のあざといキャラ出してくるあたりフロムもシリーズ復権に本気なのが伺える。ラミ様もそうだったしラスティもそうだけど、最初から受けを狙って作ったキャラが実際ちゃんと受けてるってとても重要だと思う。フロムがこんなにキャラゲー作るの得意とは思わなかった。昔からキャラ立たせるのは得意だったし、ここに来てかなり自分のところの強みが分かってきた感じがある。こいつだけでも行く世界から来てそうなくらい良いやつ。いや今作世界観の割に周りと仲良いな。あのハンドラーウォルターの子代らしいな。一回共同しただけで戦友扱いしてくれるのちょろすぎない？壁越えだったからか。壁越えはもともと超大規模作戦だよ。ジャガーの音線でダメージ入れると褒めてくれるの好き。ウォルターの犬ってそれ褒め言葉なのかよ。企業所属とはいえいきなりの共同戦線で俺がおとりになろうはなかなか言えないよ。本当にボスのヘイト集めてる。なんとなく最初は企業からの捨て駒扱いに同情してとかだったのかなって思ったよりやるから壁越えでおとりになったみたいな。壁越えに自分最高戦力の AC 乗り持ってって万が一失ったらやだし、お前行けよ、みたいな感じになってたのかな壁越え。ちょうどいい傭兵とちょうどいいラスティがいた。なんか10年ぶりにあざといやつ来たな。で、絶対裏あってジャガーの音線逃げたろ。で、どんだけ壁越えが印象的だったんだよお前は。依頼するだけで長年長引いてたものに幕引きする凄腕だぜ。好きになるのもわからなくもない。ただ当然作中注目株すぎて逆に敵視するのもいるし。スマンが挟み撃ちにされるから離脱する。どうせ落とし入れるための嘘だろ。本当だった。こちらが片付いたら後で救援に向かう。どうせトラブルあったとかで来ないんだろう。ちゃんと来た。新型2機か、うわっ出して飛んできた3対1か、片方落としたら敵になるんやろ。普通に味方してくれたな。特務機体2体も来てやべえってなったところに颯爽とアサルトブーストで参戦する戦友かっこよすぎるだろ。絶対裏切るだろ、と思ってたら久々の共闘だな、とか超嬉しそうで笑う。ラスティと共闘した直後にラスティの写ってるログ集めて売ってる春巻き。こんな気のいい戦友の情報を集めて売った春巻きはいないよな。壁越え、封鎖機構、アイスワームでどんどん株を上げていく。
アイスワーム本戦がほんとかっこよくて困る、2発目が特に。アイスワーム戦はあんなの今までのパターンなら2発目当たりで外すか故障するかして、あとはレイブンが頑張る羽目になるか、もしくはレールガン当てたけど相手がまだピンピンしてて、やっぱりレイブンが頑張る羽目になるかの2択じゃん。なんでこいつ3発ともちゃんと当ててんの。俺ニードルガン4発撃っただけで終わったぞ。戦友、俺が撃つまでに倒すなよ。これは1回くらい外す流れだろ。ってところで全玉命中の戦友。超大型レールガンは上手い下手とかの領域じゃないだろ。なんで全部当てるんだよ。声優が頑張ってるんだから当たり前だろ。裏切り支柱でもある沖からレールキャノンで狙撃をちゃんと支援としてやってるのがなんというか感慨深い。ルビコニアンデスワーム戦の戦友は狙撃もイケメンだけど、最後の暴走後に一発でシールド削れない時も焦るなよ戦友って言ってくれるのも好き。最終局面で機体乗り換えてまで助けに来てくれるのもう完全に相棒じゃん。理由なき強さは危ういぞって言った後の再登場の戦闘で、君にも理由があるのかとか、やっと君のことが少し分かった気がするとか言ってくるの好き。ちょっと登場するたびに男心キュンキュンさせてくるのやめてもらっていいすか。たった一人の最終決戦やろうとしてる時に、いるさここに一人な、って共闘してくれるの好き。レイブンと聞いて我慢できずに駆けつけたベスター4。レイブンの元に集え、したら秒でファン目送ってきたっぽいのほんと笑う。気がついたルビコニアンの熱い声も中継してくれて、これは戦友。エアルートで再び出てきた時、俺がつけた傷跡が残ってるのさ。Z 指定だよこんなの。他のルートのこと考えると、エアちゃんルートのラスティは心底嬉しかっただろうな。推しがこちらの陣営に来た。君が背負ってるものを私は知りたいからの、君もルビコンのために戦ってくれるのか戦友。だからそりゃ新機体引っ提げて一番に駆けつけるよ。ルビコン解放戦線自体は別に好きじゃないけど、戦友がいるならまあいいか。そっこいつアイスワーム戦で俺より主人公しやがって、呼びかけたら真っ先に助けに来てくれた？好き。一周目やちゃんルートクリアしたところだけど、機体乗り換えてまで燃え盛る空の上一番に助けに来てくれるの熱すぎる。壁越えの再現と行こうか、戦友艦隊は任せろ。死んでる。お前最後の最後まで本当の本当にかっこいいよ。やっぱりこういう熱いやつと殺し合うのが楽しいね。今日推しが死んだ、意義のある戦いだった、盛り上がるミッションだったから仕方ない。最初に敵対するルートを行ったから6に1に初めてできたであろう、譲れないもののために戦友と戦うのいいよね。ってなって2周目で共闘をって盛り上がってたから断末魔すらなくて、アブブル死んだ時の花教員の気持ちがよくわかった。明確に敵なった時もがっかりとかじゃなくて、俺が止めるべき脅威ってこっちを下げる扱いじゃないのが好き。どっちにルート分岐しても両方で良い出番もらってるのもずるいよこいつ。こいつの新機体で来るとこ一番盛り上がるけど、正直言うと元の機体か元の機体をよりピーキーにしたような見た目の機体で来て欲しかった。新旧機体どっちも格闘戦したいなのに、なんで狙撃は得意だって言ってたのかはちょっと気になる。実際外さなかったから得意なんだろう。結局何が目的なのかわかんなかったけど最高の戦友。ルビコン解放戦線の人間だから目的はそれ。ラスティの何が悪いって、ルビコン解放戦線側だから物語がどう転んでも幸せにならない。エンブレムがベスパー所属時は口かせついてるのに、機体乗り換え後は口かせ外れてるの熱いよね。新機体の時はエンブレムの狼も口かせ外れてるの芸が細かいよね。かっこよくなって新登場はロボットアニメのイケメンワークみたいでずるい。口は取れてるのかっこよすぎるだろ主人公かお前。こんなにあざといキャラ今までの AC だと出さなかったと思う。好きにならない理由がない、まっとうなロボアニメのライバル。チャプター4の分岐はこいつと敵対したくない一心で、アーキバスの依頼の方取るプレイヤーが大多数だと思う。そのおかげで地獄を見たな。それでレッドライン迎撃やったらミシガンに惚れたのが俺だ。俺が唯一明確に諦めたミシガン殲滅を一人で。ミシガン大将も口悪いけど褒めてくれる。そんな二人が戦うことになるなんて、とレッドガン迎撃の依頼を受けずに悲劇のヒロインのノリしたりしよう。レッドガン迎撃をラスティにやらせるのって、要はラスティを処分したかったってことですよね。なんで成功するの。暗殺対象がペーターとその上司じゃなくてスネイルだったら解放前線ルート行くレイブンも襲う。おい、なんでどっちかの組織壊滅任務なんてよこす。ラスティも俺も企業の連中に振り回されてクタクタなんだ。アイコン犬だしボルターと関係あんのかなと思ってたけど、特に何もなさそうだった。これでアリーナランク9リナの嘘だろ。ランク9で狼だぞ。 AC はランク9がトップなところあるから。実はな、9位は AC で特別枠だからとんでもない高待遇なんだ。
なんかラスティのランク Q は意味があるって聞いたけど、そうなの？シリーズの伝統で Q がついてるやつは強くて嘘つき。初代の一番強いやつの名前がナインボールだった。ナインボールとかホワイトグリーンとのランクとかそんな枠だな。毎度ランク Q 枠は何かあるけど、ラスティは最初出た時からこいつがランク Q だなって思ってたよ。ランク Q の5プラス4だからな。本人の腕前がおかしいだけで期待っていうか、武装が正直かなりあれだから、データ再現ならまあ。フレームは優秀なんだよな、スティールヘイズ。武装が残念だからアリーナで勝ち合うとまあ弱い弱い。キャラクターボイス、加瀬康幸の良いところだけを抽出したようなやつ。加瀬さんはサイバーパンクのファルコで初めて聞いていい声だなって思ってた。かっこよさと親しみやすさがすごい。AC 世界だとこやクソ野郎だなって確信しかねない声なのに、性格も良い感じだし、戦ってて不快じゃなくてすげえ。ベスパーは1ミッションぐらいしか出番ないの大半なのに、どいつもこいつもキャラが濃い。今作印象に残るやつ多くない？フォーアンサーも多かったけど、今作はさらにドンって感じだ。これが AC 初挑戦って人もいるだろうから優しくしないとね。出番多いヤッコほどネタにされる AC でこんなに隙がないやつは珍しい。今回あまり裏切られなかった。というか裏切ってるの俺か。騙して悪いがが多分1個しかなかった気がする。あとは大体自分が裏切ってる。騙して悪いがは少ないけど、敵減らして死んでくれないかなくらいの依頼はそこそこあるぞ。というか俺が騙して悪いがしてる。自分で判断しろってボスも言ってるし。歴代主人公って褒められるとしても、こいつやばい殺さなきゃみたいな意味で称賛されることが多いけど、621はシンプルに戦力として頼られてることが多くて嬉しくなっちゃう。まあ裏切るんだけど。今回ストーリーもキャラも良かった。本当に薄味と聞いてたのに出てくるキャラが濃い。どうせ裏あるんだろうと思ってたら最後まで爽やかだった。みんな好きだから仲良くして、本当にね。こいつめっちゃ俺のこと好きじゃん。俺も好きになっちゃう。お全員殺すゲーム。マシュマロにてリクエストありがとうございます。